あなたがいたから今の僕がいる。果てない空の青のように、もっとあなたを愛せるはず。一人じゃないから、さてをつなごう。おめでとうございます。おめでとう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 ございます。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます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 。結婚おめでとうございます。先生ならきっと素敵なパパになると思います。おめでとうございます。泣いていいんだよ。二人をずっとつなぎ止めんだよ。不確かな明日教えてくれました。確かな優しさ。神様の手のひらの中で回るこの星で一花咲かす。そんな好みは成熟し、ちょっとだけ歪な芸術品。星のように満点の笑顔キラキラ光る。月のようにあなたの頼りに照らせ光。この星と心の裏側いつまでも信じることが辛い時、あなたの声を背にただ生きてきた。心の悩みは尽きないけど、あなたの笑顔で僕は救われる。もっともっともっと、普通にやったね。普通やった？うん。ほとんど普通やったね、僕は。うん、元気な子やね。ただ、ほら、遅く育産んだし、叩いたことはないんですよ、子供を。叱るって言っても、叩いたのかなと思うけど、年いってたから、どうしてもそれはなかったね。叩くとか、うん、気を、多分ないと思います。本人も叩かれた記憶はないと思います。また、とにかく甘い親だったと思います。ほんまに。甘すぎましたな。もう少し厳しく育てればよかったと思います。いつも言うことですけれども、医者である前に人間であってほしいと思います。それはいつも言ってありますけども、お願いしたいですな。まあ、子育てしながらの、仕事っていうのは、私は身をもってね、分かってるので、大変でしょうけど、まあ、頑張ってほしいなと思います。まあ、私自身も一生懸命、応援したいと思いますので、まあ、二人で、力を合わせて、楽しい家庭を築いてほしいなと思います。すごくちっちゃくて、負けず嫌いの、勝ち気な子で、努力家です。
兄ちゃんと、まあ、5学年ぐらい離れて2人男の子の中で私も息子2人大好きな大好きな子供です。子供たちがこれからまた新しい家庭を作ってもらうのに楽しみにしてますし、小さい時良かったこと、嫌なことあったことを考えて今これから新しい家庭を作ってほしいと思います。あまり挫折の知らない子ですんで、なんか困ったことがあったりしたら、くじけることもあるかと思いますので、皆さん力になってあげてください。よろしくお願いします。幸せに頑張ってください。勝ち結婚おめでとうございます。おめでとうございます。同じ時代に生まれて同じ時を過ごしてる二人で会えた奇跡の奇跡意味も答えも欲しがらないよあなたがいたから今の僕がいる果てない空